などって書かれちゃうと、なんか一連のこう流れに 見えますけれども、決してこれ、調べるっていうことで言ったらですね、やっぱり国籍っていうのは、ちょっと別なものじゃないかというふうに思うので、それを、まあ、その一応知っとくっていう、まあ、知っとくっていうような感じが受けるんですけど、本当にそういうことなんですか。鈴木内閣審議官。お答えします。家族同居人の国籍を調べる理由でございますが、評価対象者の直近の家族や同居人は評価対象者と密接な関係があることから、その家族等に外国籍の者がいる場合には、外国の情報機関等が当該評価対象者に情報提供を働きかける可能性も否定できないということから、調査対象に入れております。真山雄一君。はい。実はこの件をですね、私、こんなに、必要にお伺いしているのは、私、ちょっとこんなことを考えたんです。学生さん、学生がいる。で、その学生がですね、外国人の方と交際をした、あるいは学生時代に結婚することもあると思います。もしですね、この法案が、もしですね、成立して、この適正評価、そしてこの学生さんがですね、外国人とその同居したり結婚した経歴、あるいはそういう配偶者を持ってるっていうとですね、やはりいろんな意味で、なんていうんですかね、問題が生じてくるんじゃないかなということが感じてるんです。ただなぜかというのは、適正評価は、例えば民間の企業、例えば軍事関係の企業とか、なんとか、そういうところに勤めてる社員にも、その特定秘密を扱う場合は、当然調査されるわけですよね。そうすると、例えば、その学生が就職したいと思っている企業とか、まあ、新入社員とか、そういう人がですね、例えばその適正評価を受けることになったときに、外国人と同居していたり、結婚していたりすると、何かやはり、不利益を被る可能性があるんじゃないかというふうに考えることもあるんじゃないか、そんな気がしているんです。で、例えばですね、企業もですね、そうなると、企業もやはり、適正評価でこういうものを国が調査しますよということが分かれば、企業も当然、新入社員に採用するときに面接したり、履歴書を書かせますけれども、今、私は記憶にある限り、君の国籍はどこっていうのは、本籍っていうのはまだあるかもしれませんが、国籍どこっていうのは、まあ、企業によってはあるでしょうけど、ほとんどそういうものはないと思うんですね。例えば、そういうことまで書くっていうことになってくると、企業はですね、もう採用時に例えば学生で国際結婚してる、それももしかしたら、いろいろ日本としては特定として見たい国があるわけでしょ、現実的には。そういうところとの人とですね、結婚してたら、やっぱり企業が採用を控えるっていうような、例えばその宇宙産業、航空産業、自動車産業、化学、エネルギー、電気、通信、それからテロと関係すれば金融関係なんかも、そんな、自分の企業が抱えたら危ない、まあ危ないってことはないけれども、その適正評価で、もしかしたら問題になるかもしれないような学生は、採用するときに自主規制が働いたり、そういうことが起きることもあるんではないかと思うんですが、いかがでしょう。鈴木内閣審議官。お答えします。適正評価の調査項目のそれぞれの事実関係につきましては、行政機関から企業には通知されませんので、仮に、別の方法で企業が知らない限りですね、その配偶者の国籍について企業は、知ることはないと考えております。真山雄一君。企業はですね、知るしな知らないじゃないんですよ。一旦例えば、航空、今申し上げたような、まあ、軍需関係とか、あるいは金融関係などで、新入社員を採用するときにですね、その会社は、企業は、特定秘密の対象になりうるから適正評価をする社員が出てくる。そうすると、その社員が出てくるときに、そういう人間がいると、いろいろ、まあ、面倒も起きちゃうし、なんかあったら困るから、もう採用の時にですね、逆に言ったら、聞かなくてもいい国籍を聞いて、それで聞いて、もし企業として、ああ、うちがやってるこのいろいろな部品とか製品は、これはこの国はまずいなと思ったら、どんなに優秀な学生でも、
すいません、遠慮していただきますということになるんじゃないか、つまり企業がそういうふうにやって自主規制をして、逆に言えば、就職をしたい学生の門前をの道を塞ぐ差別が生まれるんじゃないかということをお伺いしているんです。鈴木内閣審議官。お答えします。適正評価におきまして特定の国籍のみをもってですね、適正評価に適しないという判断を今後するつもりはございませんし、しないようなするために基準等を、作っていきたいと考えております。真山雄一君。はい、おっしゃることはそうかもしれませんけれども、でもこれやっぱり適正評価ってこれは全く新しい組織です、制度ですよね。これまでにないんですよ。で、私はやっぱり一番恐れてるのは心配なのはこれが、公務員になったら、国のためとかそういうことでなんとか我慢しようってなるかもしれないけど、民間の会社に勤めてていきなり適正評価君はすることになったよ、何々賞言ってくれ言って、大臣が指名した人事課の職員かなんかの方にですね、いろんな君お酒どのぐらい飲むのとか、役なんとかやったことないのとか、それからどうですかマイホーム持ってるけど借金だいぶ抱えてんでしょとかいろいろ聞かれて、でその挙句の果てに、あなたの国籍はどこ、それから結婚されてる、結婚されてるんならその奥さんのあるいは配偶者の方の、国籍はどこなのっていうことをこう聞かれるわけですよね。でそのデータがなんて言うんでしょうね、自分が就職したいっていう会社に残るんならまだわかるんだけど、よくわかんない、なんかずっと遠い国のある省のある一人のお役人のところに残っちゃう。本当にね、これはプライバシー丸裸にされたものがあとどうなるのかっていう不安はこれは感じますよ、やっぱり受けた人間と。ですからですね、こうしたことがあったら、その本当に漏れたら実は大変だし、それからそのデータ残って、私はデータってどういう形で残すんですかって お伺いしたら、森大臣はその適正な形で残すってことをおっしゃいましたけれども、やはり本当に今データってどういう形でも漏れるんですよね、いろんな意味で。ですから本当に漏れるっていう心配もあるわけで、これだけプライバシーを丸裸にしといて、そして国がそのデータを持ってるっていう国民の不安感、これは大きいと思うんです。この辺はいかがですか。森国務大臣。民間業者の方でございますけれども、防衛産業等ですね、特定秘密を取り扱うことを契約をしている業者のその中でも特定秘密を取り扱うことを予定される職員の方に限られます。例えば、現行の特別管理秘密で申し上げますと、内閣官房においてはですね、20社の会社がございます。そういったところにおいて、今現行では、その業者さんの方で適格性をですね、確認をしていただいておりますけれども、これをしっかりとですね、国の方で制度化をしていくということということで、行政機関がですね、しっかりとした管理責任者が、内閣官房ではですね、保全の機関がございますので、そちらの方で、しっかりとデータもですね、完了してまいります。そして、そのことによってですね、業者さんの方にはそのデータは行きませんけれども、不利益な取り扱いをしてはならないということも決めてあります。こういったことをですね、契約をする業者さんにですね、この法案ができたときにしっかりとご説明をして、きちんとした運用がなされるように図ってまいりたいと思います。真山雄一君。はい、国が民間の会社になんかいろいろ企業にですね、いろんなことを聞いてですね、こうしろああしろって言ってくる、本当にいわば監視国家になるわけですよ。そうやってなってくることを私は不安を非常に隠せません。それで例えばですね、これ学生もですね、これこんなことがもし適正評価されて、自分の付き合ってる恋人とか配偶者に対して国籍聞かれるというようなことになったら、やっぱりこれ間違えても国際結婚なんかするのやめようと思う人も出てくるし、もう本当に